はあ、そうですか。もうノリが悪いぞ。あずかちゃんは結構シャイなのかな。ちゃんとおじさんがリードしてあげるから緊張しなくて大丈夫だよ。そうだ、せっかく仲良くなったからあずさちゃんに見せたい写メがあるんだけど、見たいかな。お、なんだすごい怪しすぎる。ん、写真、顔写真か。顔写真送ってくれるじゃないの、おじさんの顔写真見たいです。そうか、そんなに見たいか。仕方ないな、全く最近の若い娘はスケベだな。スケベだな、顔写真見たいのがスケベになるの。じゃあずさちゃんには特別におじさんのを見せてあげよう。はぁ、あ、え、やば、犯罪者来た。ギャー、嘘でしょ、こいつ自分の、え、嘘、マジ、はぁ、おいおいおい、本当あり、お前マジ、ちょっとレベル高いおじさんだったんだけど。てか自分のさ、ちょっと待って、局部をさ、自分の局部をさ携帯で写真を撮ってさ、で撮っといてさ、いつでもさ女の子にさ送信できる状態にしといてんの結構やばいよね。ブロックしよう、ブロック。しげおじいなくなっちゃった。はあ、散々な目にあった。せっかくの日曜日になんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。ついてないわ。でも自分のせいだよね、正直言っと、正直だってさ、明らかにおじさんとさ DM するなんてさ、そんな決めえおじさんしかいないに決まってんじゃん。インターネットでさ、もう自分より一回り以上下の女にさ DM でさメッセージ送ってくる男なんてしょうもないやつしかいねえんだから、お前が自分から言ってたのについてないわとか言ってんのやばいやろこの女。うん、あ、いっぱいおじさん来た。え、なんか知らん人から写真いっぱい送られてきてる。まさか